どうも、アルガです。今日はピーチクパーチクうるさい従業員のためにですね、ドーナツを作りたいと思います。ということでやってみましょう。はい、ということで今日はオールドファッション、まあドーナツの中では王道ですよね、オールドファッションをパティシエ本気で作ってみたいと思います。しかも3種類です。抹茶とプレーンとチョコですね。粉だけはね、3つに分けてあります。それからグラニュー糖、これはあの3つ分全部一緒に、それから卵で、溶かしたバターを 3パターンあるので、ね、溶かしたバターを2つと、こっちのチョコだけはチョコと溶かしたバターを一緒に混ぜてあります。それから牛乳ですね。この材料で3つのドーナツを作っていきたいと思います。はい、では卵を割っていきます。はい、卵を割ったら溶きほぐします。はい、そこへ砂糖ですね、砂糖よく混ぜましょう。はい、そしたら牛乳、よく混ぜます。はい、で今回は3種類あるので、これを3等分に分けていきます。よいしょ。では1個 580g、それではこれと粉を混ぜていきます。じゃあまずプレーンから。はい、今回はあえてね、手で仕込んでいきたいと思います。粉はふるいましょう。ちょっと量に対してふるいが小さかった。はい、粉ふるえました。そしたらここに卵とグラニュー糖、牛乳混ざったものを入れていきます。手でいきます。こうできるだけこううどんをこねるようにこうぎゅうぎゅうやらずにポロポロさせるような感じで混ぜていきましょう。ぎゅうぎゅうこねるとグルテンが出ちゃってね、歯ごたえが悪くなるんで、できるだけポロ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 したような、こんな感じですね。はい、ポロポロしていきました。はい、ポロポロ、できるだけポロポロした状態のままこう混ぜていきます。はい、全卵固まってきたらですね、粉っ気なくなってきたらバター入れます。バター、はい、バターが入るとグルテンの形成が少しね抑えられるんで、ここはしっかり混ぜましょう。でもあんまりこう揉んでグルテンをね出さないようにします。あくまでバターを混ぜるだけ。はい、これでラップにとって
一晩休ませます。はい、ではココアも同様に作っていきます。それでは卵、砂糖、牛乳、混ざったものを入れていきます。よし、そしたらこんな感じですね。粉気なくなってボロボロしてきたら、さっきのバターとチョコを溶かしたものを混ぜます。はい、これを手早く混ぜましょう。はい、できた。こんな感じ。はい、そしたら次抹茶も同じようにやっていきます。抹茶はい、抹茶も同じように練っていきます。よし、出来上がり。よし、はい、抹茶、チョコ、プレー、はい、これで一晩冷蔵庫で休ませます。はい、それでは一晩休ませた生地です。これを今から形を作っていきたいと思います。で、打ち粉、強力粉です。それから1センチの厚み棒、綿棒、それから抜き型です。これは3段階大きさを用意しました。はい、ではまずちょっと打ち粉を打ってね、1センチの厚みにのします。そしたら一番大きい抜き型で抜きます。一回、
はい、そしたら一番小さい抜き型で真ん中抜きます。シュッシュッ。一回でこうやって抜ける、ね、ドーナツ用の抜き型ありますけど、あれあると楽だと思います。そしたら中ぐらいの抜き型でこの抜いたところに軽く抜き切らないでですね、線を入れます。半押しぐらい、はい、はい、でいらないところを取って、はい、で真ん中は取って、こんな感じです。こうやって線がちょっと入ってる感じ、はい、抜き終わった生地は次のに足したり、あんまりこねないようにしましょう。ちょっと重ねて、はい、ちょっと重ねて押すぐらい、はい、できました。で、余った生地なんですけど、こういう抜いたやつね、2回、3回ぐらいまでやっていいかな。でもその後はあんまりこう止めるとね、硬くなっちゃうんで、例えばで丸くして、ベティーナイフとかでこうキュ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 ッと割れ目をつけてもいいと思います。はい、ちゃんとこのつなぎ目のところはしっかりつけておきましょう。こんなんでもいいと思います。よし、できました。ちょっといっぱいやりすぎました。では揚げていきます。油の温度は170度ぐらいですね。もうちょっと、はい、できました。じゃあ揚げていきます。
いい感じですね。めっちゃ美味しそう。次はチョコを揚げていきます。これ香り伝わらんな。ちょっとねチョコは焼き色が分かりづらいんで、揚げるタイミングうまくよく見てあげてください。絶対うまいわ。はい、次抹茶いきたいと思います。はい、揚げ上がりました。抹茶とショコラとプレーン。ちょっと最初の揚げすぎました。いやー、はい、いかがでしたか。今日はおやつにドーナツ作ってみました。はい、美味しそうでしょ。パティシエ本気で作ったドーナツ、後で従業員にあげたいと思います。では皆さんもお家でやってみましょう。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた。